ホーイヤーストロングとはアメリカ合衆国マサチューセッツ州にて結成されたポップパンクバンドである。ポップパンクを基軸にポストハードコアやメロディックハードコアの要素を巧みに融合させた独自の音楽性を持つ。全体的に陽気なパーティーソングが多いのが特徴。サードアルバムエネミー・オブ・ザ・ワールドは全米アルバムチャートにて初登場47位を記録するなど 高い人気を誇っている。ダンコナー、ボーカル、ギターランデーマイナスボーカル、ギター上エイスベースジャクソン・ジェイク・マスッコ・ドラム助手、ライフォード・キーボード2001年結成。2005年1月、ファーストアルバム、It's Our Time をリリース。2007年9月18日、セカンドアルバム、Rise or Die t r i n g をリリース。全米新人アルバムチャートにて、初登場31位を記録する。 2008年2月、メジャーレーベル、リケイデンスレコーズへ移籍。2010年3月9日、メジャーデビュー作となる、サードアルバム、エネミー・オブ・ザ・ワールドをリリースし、全米アルバムチャートにて初登場47位を記録。2011年4月、2006年からキーボードを担当していた、ジョシュ・ライホードが、サイドプロジェクト、フォックス・ファイヤーズに専念するため、バンドから脱退した。 その後、バンド側はキーボードを必要としない音楽性への移行を発表。今後、新たなキーボーディストが加わることはない。2011年11月8日、ホースアルバム、インサムウェイ、シェイプ、オアフォームがリリースされ、全米アルバムチャートにて初登場88位を記録。また、彼らの公式 Facebook で、このアルバムがフルでストリーミング再生できる。 It's Our Time では、ポップパンクとハードコアパンクを基軸に、キーボードを多用した明るいサウンドで、シーンでは、ハッピー、コアと称された。自作の、エネミー・オブ・ザ・ワールドでは、ハードコアからの影響をさらに強めた攻撃的な、ギター・リーフのパートが増え、オール・ミュージックをはじめとする、各専門誌から、かなりの高評価を得ることとなる。しかし、インサム・ウェイ、シェイプ、オア・ホーム以降は、 キーボーディストの女子が脱退したため、オルタナティブロックよりのメインストリームサウンドへと移行した。そのため、先行シングル、スタックインザ・ミドルが発表された当時は、バンドのフェイスブックページや YouTube などで、ファンによる大きな賛否両論が巻き起こった。ギタリストのアランデーが、インタビューで、ザ・ゲタップ・キッズの歌詞の一節、ファイブ・イヤーズ・ストロングをもじったと答えている。ありがとうございます。